うしお TV。 どうしたよ。多いね。多い。ディスカップやってんだよね。まあ、でもこの並びだと多分取れないですからね。2台がダメだったら。あとほら、もう砲とかそういうの無理じゃない。無理っすね。前みたいに開かないかな。暑いっすね。うん、6が来ましたからね。6が来ました。他何か入ってなかったっけ。あとはアクロス系とか。アクロス系か。あと A タイプで、あのジャグラーとか30杯の方ではない ATRT 側の、列のところに豆とかチャブ台とか、チャブ台とかそういうのはありますね。その並びに、あります。ってことは、アクロスの向かい、いや、カウンターの目の前ですね。カウンターの目の前、あ、違うか。行くんだったらそっち側に行けばありますね。ちょっとそっちから行ってみてもいいかもね。そうですね。この人数だとちょっと、所詮残り物の花々かジャグラーかになりますね。あ、なるからね。ちょっとたまには変わったことをしてみるのもいいかもしれない。変わったタイプですね。変わったタイプ。おはようございます。お、お。取れたよ。はい、それじゃあこちらがですね、今、まあ、ガクしたね。ガクしたな。今クイーンオブカリブで連日赤字をぶったたきまくってるディスクアップさんでございます。回ってんだ。しかし多分ね、打つ人によってかなり機械割りが前後しちゃうと思うんだよね。なんですけど、ある一定以上の目押しができる人に関してはもうそれこそ1の確率で、1の確率前後ぐらいだね、程度でしかボーナス引けなくてもこれ勝てちゃいますんで。で、まあ、ある一定以上なのがその基準が何だろうって言われると俺もよく分かってないんですけど、まあ、一般的に言われてるのが、あのビッグ中のビタ押しを5割強だから6割できればもう基本的には勝てるようになってると。まあ、もちろんね、その引くべきものを最低限引くべき確率で引けないとそうはならないんですけど、当たり前だけどね。ただまあ最悪その、うん、設定1の確率前後ぐらいで当たりが取れてしまえば、ね、5割強のビタ押し成功率で浮きが出ると。まあ、個人的にももう何回か打って、まあ、概ね感じはまあつかめたかなという感じなんですけど、だからまあこれは打ち込みがいがあるなっていうところで。ただね、いかせね、なかなかね、そのどの店にも設置してあるっていうような状況ではないんで、特にこれからちょっと台数増えてこないかなとかぼやり思ってるんですけど、ただね、やっぱ導入した、うん、お店に言わせると甘いと。で、甘いどころかもうそのね、このタリブさんなんかもそうだけども、ゲロ甘だと。久しぶりにね、あのこの店の課長ですよ、稲田課長、エリア長がね、メーカーに切れたらしいです。おう、ていうかあそこで上がったからもうあれでリプレイはねえか。3000円、ね、だいたいね、まあ、今まで打ってきて俺の技術がどのぐらいかっていうと、せいぜい8割ぐらい。
ただ、まあ、そのぐらい押せれば特に問題ないはずなんで、ただビタ押し勢にたまにね全然カットインが引けないことがあるから、あとこの振り分けが異常に弱かったりとかね、こういう時だよ。セーブ。だいぶ遅かったね今。ああ。これダンスタイミングがないとしょぼしょぼだね。だからこの 50% もかなりね大事だと思うんですよ。ね、ダンスタイミングが取れないとこうやって結構しょぼしょぼで終わっちゃうことがあるんだよね。ね、4号機のディスカップもまあそこそこ打ちましたけど、もうね、気が遠くなるぐらい当たんなかったからね。もうディスカップもそうだし、あとハードボイルドなんかもそうだけど、あとまあ面白かったところで言うと、だから、まあ、キャッツアイとかが、まあ、その当時のね、サミ系の AR 機の中だとハードボイルドを一番打ち込んだんですけど、まあ当たんなかったよね。もう1のビッカクがもう500近かったもんね。で、まあ大体1ばっかりなわけじゃないですか。ただそれでもね、割といっぱい出ちゃったりすることがあるからね、まあ面白いんだけど、まあね、でもそのいろんなお店の人の話というか、その実践値を聞いてる分にはね、もう俺はまあいい台を打てるに越したことはないんですけど、ディスクアップに限ってはもう一上等で打っていけるんじゃないかなっていうようなまあ気はしますね。ちょっと暑いの来ちゃったけどね。一応全役で同調さやってますから。今のスイカどう？おう、スイカ同調戦、おそらくだけど赤7だね。やりました、よいしょ。145持ち玉、まあまだね。いきなり止まりますか。はい、2の0。ね、まあ一撃で出す作品の機種でもないんで、もうこれをだから延々も続けることですよ。ほらお隣さん ART 引っ張りまくってもう3連チャンだ。こういうの入っちゃったりするからね、たまに。ほらこれ当たってるだろ、ほらね、あんなのが当たっちゃうんだから。バービック242。というかダンスタイム頼むよ、ダンスタイム。よし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 、シンディちゃん、シンディちゃん、おう、おうでもねえけど、リーゼントマンで40ゲーム以上だから80ゲーム以上は ART やれます。ここでハイパービッグを引きの、あと ART を上乗せするっていうね。はい、終わりました。まあいいじゃないですか。特別当たり取れてるわけじゃないけど、今545ゲームで3回だから、
それでもまあ全然普通に勝てるわけだからね。あれ、これ当たってない？当たってるよね。当たってない？狙っちゃおうか。おい、早い。おう、青7。いいじゃない。おお、でかい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 。俺さ、でも思うんだけど、あと告知だからいいけどさ、これ見捨てたらなんとなくいっちゃうわけじゃない。いやー、怖え怖え。そう考えると怖い。だから見捨てた時は3ゲームだったと思うべきだね。いやー、めちゃめちゃ取れた。あの50がでかかったね。108。いや、これダンスタイム取れたらでかいよ、相当。頼む。長い？いや、よしよし、これはでかい。信じちゃう。おお、来た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 。よし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 、これで170ゲームぐらい消化できますんで。ね、ダンスタイムと DJ と合わせて168消化したけど、いやー、まあいいけどね。当たるんかい。あんなの入っちゃうからね。負けは ART 中ならね、ダンスタイムもないんだけど、通常じゃまあまあ大して役に立たないんだよ。スイカから発展、こういうのがいちいち侮れないからね。熱い。おお、当たってんじゃないかよ。よし、エアオッケーオッケー。ね、136分の1で今当てられてるからね、このペースを維持できたらまあまあ出るよ。まあまあ ART もね、消化してますんで、そろそろ一発ぐらいあってもいいような気がするんだけど。ね、持ち玉が約1000枚弱になりました。いや、いいペース。いやいや、まあ普通にスイカが揃って渡りするんだけど、まあまあ当たるよ。外れろ。ああ、はい、1回分飲まれましたね。ある一定以上のハマりもね、織り込み済みですんでね。そんな、それこそジャグラーとかさ、花花とかの個性ってみたいにね、ポン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 当たり続けるなんてことはないですから、4500あるいはまあ5600ぐらいのハマりはね、それは半日も打ってりゃ1回2回来るもんだと。そこはね、ちょっと達観して打った方がいいね。まあ、そこまでボーナス自体は重い部類でもないけど、おう、しえっ
とリプレイ外れるからね。329これ何も揃わなかったらおそらく青7、ああこれ青7、これでビッグノーマルビッグ6のランスタイム3だね。だちょうど 50% だ。どう、ようやく来ましたよ。こういう時に限って負けとかやめてね。一応ダンスタイムはもらえますんで、まあ、そこはまあ通常時に引くよりはまあいいんだけど。 DJ、 お、えらいよここ DJ ゾーン残り3ゲームだからね。外れ、あー、いやー、終わっちゃうね。まあまあ当たりは順調に取れてるけどね。148分の1上出来だよ。おう、ああいうの一回止まってから再始動してとかっていうのがあるからね、意外と侮れないんだけどね。え、今170分の1、まあ、4段階設定ですけど、要はまあ1から6の設定の枠の中にボーナス確率が収まれば、まあ、特にビッグがね基本的には負けないと思うんですよ。だからまあ最低限今ぐらいのペースをちょっと維持しながら、まあ今のペースだとだいぶいいんだけどね。当たってたのかな。286、バケヤだ、バケヤだ。1507ゲームでバケ4回、まあまあいいね。お、リプレイで3ショート、これ当たってねえか。あ、すごい目が出ました。とりあえずバービックじゃない。はい、79ゲーム、ね、当たりそのものは取れてるんですけど、ちょっとビッグがねやっぱ連チャンしないからね、出玉的にやっぱこう盛り上がってこないんだよね。ちょっとまったりしてきちゃったね。2ショートね、242、いやーもうビッグだぞ。うわー、ちょっと化けが多いな。うわー、うわただまあビッグがこれで340/50まで来てて、でもそれでもまだ今3000負けだからね。でこれで飲まれましたと、まあ、手考えるとまあやっぱ甘いんだけど、ね、でもこういうやっぱねビッグアンドハマりを食らうと、ね、その昔ね4号機のディスカプトがタミゲの AR 機を打った時のあの気が遠くなるぐらいにこの当たんないあの感じっていうのがね、ちょっとね思い出すよね。本当にこいつらは抽選してんのかってね思いながら打ってたもん。よくディスクアップなんかまだマシだったけどね、っていう意味では、まあ、ハードボイルドだよ、まあ、あれがまたなかったもんね。
でもなんだろうな、そのやっぱその当時の機械のやっぱリメイク機ってやっぱそのあの当時のやっぱテイストをねしっかり残してるものの方が結局受けてますよね。やっぱまあアクロス系のノーマルタイプなんかいい例だと思うけど、花火にしろ、ね、三段にしろ、バーサスにしろ、なんだろうな、この変に今風に作っちゃうと結局当時ねその辺の機種を打ち込んでた人たちがやっぱ違和感感じるわけじゃないですか。で結局のところリメイク機ってそういう昔打ち込んでた人たちを当然そのメインのターゲットにして作られるもんなんで、だからまあ失敗したのもありましたよね。だからアクロス系、まあ、ユニバーサル系でいうとそれこそサンダーとかのさダイナミックサンダーかあたりはなんかちょっと演出がこうガチャガチャしすぎてなんかサンダー感があんまなかったっていうかちょっと完全酷使に近いようなねゲーム性になっちゃったんで、だからやっぱ、うん、原型はやっぱとどめるべきってことでしょう。そうでもないやったらもう全くの別物でやっぱ作り変えるべきですよね。だからまあ一番いい例で言うとだからそうか、花々とかジャグラーとかその辺も言っても横置きのね原型をとどめつつっていう話だもんね。リメイク機はやっぱ、うん、その原型をね残しやるに越したことないってことですよ。あれ？これは当たったかな？当たったかな？なんかこぼしてない？大丈夫でしょう。3枚掛けあったからバービックか青7でどう？まあ青7だね、全部で9000円。いや遠かった。ノーミスでも、ね、やっぱこのぐらいで収まっちゃうことがあるんだよね。やっぱカットインが弱いと。いやちょっといろいろいけてない。おう変速ショート、これ来たんじゃね。ドン、はい、ありがとう。本日あ青だらで、あよし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 、初ハイパービック。いやこれでまあ出玉的にもまあまあプラスにはなるかな。おい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 、いや弱い、やばい、これはやばい。あの最後2回、おあぶねあぶね、最後に3ゲーム連続あったおかげでなんとか30ゲーム取れました。少ないって言うんだ。いやーここ20で終わってほしくねえなー。ねえ1回も爆発してないね今日ね。43ゲーム持ってますんで、いやーもう1回当てたい。おうよしよしよし、ビッグでお願い。いやな予感バカ。いやそこはビッグだろう。 DJ ゾーンもう言ってももうな持ってないからね、8ゲームしか持ってないよアフロレディ以外。あいや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 、ちょっとおかしいだろう。誰
誰、投資がまあ9000円で、これなんでまあ1個1回分ぐらいまあ打ったのかな。まあ今日はまあ浮いてるところでやめよう最後ね。まあ頑張るだけ頑張ったんで勝って帰った方がいいでしょう。でビッグはもう一応1位以下なんでね、それでもまあ一応勝てるってことは分かりましたんで、はい、711枚。はい、疲れました。もう4回5回ぐらい打ったのかな、これで。やっぱね、半日打つと肩こりますね、あの手の台はね。はい、結果言います。投資が423枚で711枚これ流しましたんで、プラス288枚。確かにビタ押しは大事です。あれまあ一つもできないとかっていう状況だとおそらく勝てないんで、すごく大事なんですけど、ただちょっとやっぱ今日思ったのが、まずダンスタイム の、 あの通常時の2分の1ですよね。あれをやっぱちゃんと引っ張ってこれないと、やっぱ ART ゲーム数一定以上担保できないんで、その50パーが思った以上に大事だなと思ったのと、あとビッグ中に関してもそのビタ押しを成功させるっていうのが大事なことなんですけど、それ以上にやっぱカットインをそれなりにやっぱりちゃんと引っ張れてこれないと、ありましたよね、ノーミスのビッグとかで、でも例えばそ20ゲーム台で終わっちゃったりとか、最後ハイパービッグもなんか30ゲームぐらいで終わっちゃったりとかプラスね。なんで意外とその辺の運の要素っていうのは結構出玉に大きく影響してくるなという印象でございますね。途中プラス50ゲームとか出ましたけど、あれだからあらかじめ見せられてなくてよかったですよね。要は成功した時に当然こうプラス何ゲームって出るじゃないですか。あれ最初に成功したらプラス50ゲームとか見せられたら結構やらかし時来ますよね、気持ち的に。なんであの辺はまあその辺はまあよくできてるなと逆にと思いましたけど、でまあでもただいろんなそういう運の要素とかもありつつ、結果まあこうやっぱ浮きが出るんですよね。で僕の隣で朝から打ってたお兄さんも、そうだな、多分俺と同じか俺よりちょっと上手いぐらいの感じだったと思うんですけど、まあ、案の定やっぱ戦えてるんですよ、そんな大してお金使わないで。とやっぱお店の方言うように結論やっぱ甘いっていうことになっちゃうのかなっていう気がまたしました。でもだからそう、初打ちから数えて多分僕ディスクアップ単体の収支に関しては多分今のところまだ負けなしで多分来てますん で、 特別なんかその何かをまあ一回ね、ビッグがポン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 引けてペロって出たことあるんですけど、それ以外まあ大体今日みたいな感じで、まあちょこっといいとこもらえば逆に引けない時間帯なんかもあって、そんななんか頑張られてるような感じでもないんですけど、それでもなんか気がついたら負けてないっていうですねことなんで、まあ論より証拠で結果やっぱディスクアップ甘いと、うん、だから困った時のディスクアップはこれ本当ありなんじゃないかなと思いますよ。まあ困った時っていうか困ってなくても、なんだろうな、1で 100% って言われるとちょっと微妙じゃないですか。ちょっと小役とか取りこぼしたら負けるんですけど、完璧にやって 103.何% でしょう。ただ俺程度だとどのぐらいなんだろうな。でもまあ一応ビタ押しを50杯以上できれば100超えるってことなんで、やる気になりますよね、そのぐらいだったら目指せるし、うん、なんでまあ多分ねこれ長い付き合いになるんですよ。長い付き合いになります。でなかなかね、その積極的にやっぱりそのあそこに設定を使おうと思うお店も
ないんじゃなかろうかというところで、まあ、今日みたいな割とシビアな実戦がおそらくディスクアップを打つと多くなるとは思うんですけど、それでもまあ変に冒険するぐらいだったらそこで、うん、なんだろうな、こう切り合った方が、うん、終始安定するんじゃないかなという印象でございます。まあ、ちょっとずつ本当に階段登っていけてますんで、ディスクアップ終始的には良かったです。でもう今日他の島一切見に行くタイミングもなかったんであれしてましたけど、まあまあ普通に並んで台が取れたら、まあ、やっぱ花とかですね、ジャグラーとか行っとくべきお店だと思ってますんで、その辺はまあ、ね、並び順の優勝でございますんで、台が取れれば行くというスタンスで、ただまあディスクアップが、ね、今ありますんで、ね、甘くてとんでもないことになってるみたいです。最初も言いましたけど、課長がサミーの営業に切れたらしいんで場合によっては来月あたり外されてるんじゃないかってし、ね、可能性はありますけども、まあ特にね、高校管理の地域の方なんかは、埼玉なんかはもうだから持ってこいなんですけども、うん、で目押しに自信がある方なんかはかなり今いいんじゃないかと、かなり今っていうかね、いつでもいい台だと思いますんで、試してみたらいいんじゃないかと思います。仙台グループ、今月も負け出してきてしまいましたね。仙台銀行だね、もうね非常にいい流れでございますんで、ね、もう夏でございますんで、ね、今年はもう今年の夏はもう仙台はもう負けなしでいきます、はい。ね、7月まもなく入りますけども、7月8月とこの好調をキープできるようにまた頑張ってみようと思います。以上でございました。